いっぱい話すことあるんですけど、まず一つ目は、世の中がテトリスに見えるじゃないですか。テトリス。この話ね、テイク何かわからんで、バイトに今、後ろに苦笑されたんですけど、街がテトリスやりすぎると、なんか街のビルとビルの間にテトリス棒を刺したくなるやん。で、マリオやりすぎるとジャンプしたくなるやん。ジャンプして家の前、思ったより早く飛び出たり、F0 やりすぎた後、車の勢い半端ない交差点になったりするのと同じで、一個足したね、今。オーバークックやりすぎたんか知らんけど、今日バイトの家来たらコーヒーがもう用意されてて、コップが2つ綺麗に並んでて、お湯もうできてるからっていう、可愛いなと思ったんですよね。バイト偉いなと思ったんですけど、その後ね、そんなことしてる暇あったらね、スイッチを用意しろって、その時間にと言われて、あ、確かになと思った後にトイレ行くのやめて。今トイレ行くのやめての後に、本当はツッコミ入れてくれる予定やったっていうね。そこがもう始まっちゃってたで、うまくいく。分かった、あれ入れとこわ。なんか皿最初出てくるの遅いんやな、これ。最初だけ遅いで、なんか変なんなれんて。この長島に、長島じゃない、この場に来な。一個だけあるんか。五年目から来いよ、あそこは。五年目からしか入れんぞ、あそこは。厨房は。乾くね。やってるとの最初は、ね、立ち上がり、俺の長い遠く見なかんでの、聞かなかんでの、ヤシって言うな。それヤシって、それもヤシって言うな。遠くがないと差別化していかないと。うん。でも今日ご飯すごい入ってるよ、ちゃんと俺。今日っていうか今のの、行こう、これは行こう。このご飯が重要や。めっちゃ入ってる、ご飯。こんなご飯入る？これは入ってるぞ、ご飯。いいな、今の。うまっ、ご飯入ってるわ。当たんな。いけいけ。あと3個いくぞ。これ行ったぞ。あれ行って、左のやつ、左回りで。右回りで来た。行った、嬉しい、俺の最後。いつもより遠く、最初の遠くがうまくいかなかった。ありがとう。来た。最後、ご飯入れてかっこよく見せようと思ったら魚持ってるやん。さっきバイトが言った面白いことなんだっけ、それ言えばいいやんって言ったこと。あ、鷹の花ってこういう飯出すな。じゃあ次の、面の遠くにしよう、それね。はい。もうここで言うわ、その相撲は、爪を切らないと同じ取り組みができない、取り組みっていうのかあれ、ができないのと同じで、何やったっけ、これ、今回のやつ。ちっちゃい、そのマスのズレでできないっていうことを言いたかったみたいです。ありがとうございました。何やったっけ、違うんか家に、いつもと違うところに置いたのが気になるって俺が言ったことが、相撲と一緒やって言われたんでした。すいません。か、チキンなんかどっちかって言われて、チキンさんいるからかぶるでややこしいでやめる。それいいやん、遠くでって言ってました。